フッテア州はイタリア共和国南部にある州。州都はバーリ。しばしばブーツに例えられるイタリアのかかとにあたる地域で南東にサレント半島が突き出している。東はアドリア海を隔ててギリシャバルカン半島と向き合い、南はターラント湾に面している。肥沃な平原が広がる地形で古くから国葬地帯として知られた。古代にはギリシア人が 植民都市を築き、ついで、ローマ人がこの地を征服して、アッピア街道を延伸した。以後、東ローマ帝国、ノルマン人、フランス人、スペイン人など、様々な民族や国家の支配を受けた。ターラントやブリンディジなどの港湾都市は古代以来の歴史を有する。この襲名の金天気にはいくつかの表記揺れが存在する。プーリアの標準イタリア語での発音は、 プアであるが、即音を加えて、プッテアと表記されるほか、プーリア、プーリアなどとも表記される。古代には、現在の周域の北部、中部が、アプーリア、アプリアの名で呼ばれていた。英語、アプーリア、ドイツ語、アプーリアンなど、ヨーロッパの言語ではこれを元にした呼び方がされることがある。イタリア半島の南東部に位置する州で、東にアドリア海、オトラント海峡。 南に、イオニア海、ターラント湾に面する。州とバーリは、州中央部のアドリア海沿岸に位置し、ナポリから東北東へ、約2 2 0トルアルバニアの首都ティラナから西へ約、約2 4 8トルペスカーラから、南東へ2 6 6トルギリシャのヨアニナから、北西へ約、約3 7 4トルイタリアの首都ローマから、東南東へ、 約3 7 4キロメートルの距離にある。周域はアドリア海に沿って北西南東に細長く、北西にモリーゼ州、西にカンパニア州、南西にバジリカータ州と隣接する。面積は1万9 3 5 8トルで、イタリア全国では第7位、イタリア南部では最も広い面積を持つ州である。 州南東部のサレント半島はアドリア海の入り口にあたるオトラント海峡を隔てて東にアルバニアギリシャと向かい合っている。オトラント海峡の最も狭い場所の幅は 75km ほどである。オトラント郊外のパラシャ岬はイタリア共和国の最東端である。人口8万人以上のコムーネは以下の通り。人口は2012年1月1日現在。 プッリア州の地方プリア州の地形の割ア合ア州の地形の特徴は山岳がほとんどないことである。州面積中で山岳地形が占める割合はわずか1.5%で、これはイタリアの州の中で最も小さい。州の面積約19000キロ平方メートルのほとんどは平野もしくは丘陵によって占められている。州北部のアドリア海に突き出した地域は、 ガルガーノと呼ばれる。州の最高地点である、カルボ山もガルガーノにある。アペニン山脈から連なる山地スワッペニーノダウノも、ガルガーノと並んで、州では、わずかな山岳地形である。ガルガーノ地方とダウニア山地の間には、タボリエーレ・デッテ・プーリエが広がっている。面積約4000キロ平方メートルに及ぶタボリエーレ・デッテ・プーリエは、イタリア有数の国葬地帯である。 州中部には、ムルジェと呼ばれるカルスト大地が広がっており、この地方は、テッラデバーリとも呼ばれる。その南には、バルレディトリアと呼ばれる平野が広がる。州南部のサレント半島も大部分は、平野が占めている。半島南端部には、丘陵地帯、セッテサレンティーネがある。ターラント湾北岸のターラント市周辺は、アルコイオニコ、タランティーノ地方と呼ばれる。プッテア州は、 非常に雨の少ない気候であり、目立った川はほとんどない。雨水は石灰岩質の大地に浸透して地下水となり、海岸線近くで流出する。石灰岩質の地形は多くの小乳洞を作り出しており、カステラーナグロッテは小乳洞で有名である。タボリエールデッテプーリエプッリャでから出土した古代、ギリシア陶器。紀元前4世紀頃プリアはイタリアの中でも、 高古遺跡の多い州の一つである。最初にこの地に定住したのは、イリュリア人たちで、メサピ人としても知られる。その後、ミケーネ人がこの地に移住した。紀元前8世紀には古代ギリシア人が、後にマグナ・グラエキアと呼ばれることになる地域のうち、現在のターラントヤサ、レントに移り住んだ。紀元前5世紀から、紀元前4世紀にかけて、タラスを中心とするギリシア人たちは、 アプリア式陶器を生み出した。古代には現在のプリア州の北部のみがアプーリアと呼ばれた。州南部の半島はカラブリアの名で知られた。紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけてローマ人たちはサムニウム人やエピロスのピロスオとの戦争を経てこの地域を征服した。ローマ人たちにとってこの地は重要な土地となった。 第二次ポエに戦争中の紀元前216年、ローマがカルタゴのハンニバルに大敗を喫した艦内の戦いが行われたのもこの土地である。カルタゴ軍が引き上げた後、ローマ人はブリンディシやターラントの港を占領し、この地域への支配を回復した。低盛期、イタリア本土の第二行政区、アプリアへとカラブリアに編成された。肥沃なアプリアは、 穀物や油の生産地であり、生産物は東方領土への輸出品となった。ローマ帝国の崩壊後、この地域はゴート人、ついでランボバルド人によって支配された。6世紀以降は東ローマ帝国の支配下に入った。バーリにはカテパノーの称号を持つ総督が置かれ、南イタリアを管轄するカテパナートの主婦となった。現在のフォッチャ県一帯が、 カピタナータ地方と呼ばれるのはこれに由来する。800年以降、イスラム教徒の存在が大きくなるが、ブリア一帯は依然として、東ローマ帝国の領域に留まっていた。主にこの地を治めていたのは、ランゴバルド人で、これは11世紀に、ノルマン人がこの地を征服するまで続いた。カステルデルモンテ南イタリアを征服した、ノルマン人のロベルト・イル・グイスカルドは、1059年に、 プッ皇となった。ノルマン人たちは11世紀末にシチリアを征服し、シチリア島と南イタリアを支配するシチリア王国を築いたが、ノルマン人勢力の中心地は、本土のメルフィからシチリア島のパレルモに移り、プッディは一地方となった。1194年、ホーエンシュタウヘン朝の神聖ローマ皇帝ハインルヒ六世がシチリア王位を奪った。 12世紀から13世紀にかけ、プックレアにはしばしば、方シュタウフェン家の皇帝たちがその教を置いている。特に著名なのは、フリードリヒ2世である。フリードリヒ2世は1240年から1250年にかけて、アンドリア郊外に、カステルデル・モンテを築いた。フリードリヒ2世の後継者であるマンフレディは、1266年に、アンジュ家のシャルル・ダンジュに廃止し、 シャルルがシチリア王となった。1282年のシチリアの番頭により、シチリア王国が分裂すると、プリアはカルロ一世が保った大陸側の王国の領土に含まれた。11世紀から13世紀に建てられたプリアの特徴的な建築物には、古代ギリシャ様式、ビザンツ様式、ノルマン様式、ピサ様式の影響が見られる。1442年。 アラゴン王、シチリア王アルフォンソ・モセイはナポリオ王国を征服し、プッテアを含むナポリ王国領をアラゴン連合王国の一部に組み込んだ。プッテア地域はバローニと呼ばれる有力領主たちが統治を行った。この時代、沿岸地域はオスマン帝国とベネツィア共和国によってしばしば占領されており、特に1480年のオスマン帝国による オトラント信仰が著名である。南イタリアを支配したスペインの王朝はトラスタマラ家からスペインハップスブルク朝を経て1700年にスペインブルボーン朝に移行する。スペイン継承戦争中の1707年、オーストリアがナポリを支配するが、ポーランド継承戦争中の1734年、ビトンとの戦いでスペイン軍はオーストリア軍を打ち破って、 南イタリアの支配を回復し、スペインブルボン家のパルマコ・カルロがナポリシチリア両王国の王に即位した。1806年、ナポレオン・ボナパルトはナポリ王国を征服し、当初はジョゼフ・ボナパルトを、ついで妹婿のジョアシャン・ミューラをナポリ王とした。フランスによるナポリ王国支配は1815年まで続くが、この間に封建制の打破と、 法制度改革が進められた。ウィーン会議の結果、スペインブルボン家の下で、シチリア王国とナポリ王国が正式に統合されて、両シチリア王国が発足するが、両シチリア王国は、旧制度への復帰を図った。1820年に、スペインで、立憲革命が発生すると、これが波及する形で両シチリア王国領でも、ブルボン家支配からの解放と立憲制への復帰を、 求める運動が高まった。1861年、両シチリア王国が廃止され、イタリア王国のもとに統一された。社会改革や農業改革は19世紀からゆっくりと進展し、20世紀中盤に加速した。プッテア州と各県プッテア州は以下の6県からなる。左端の数字は、ISTAT コード、アルファベットに文字は、 県名略記号を示す。人口は2012年1月1日現在。面積の単位は、京平方メートル。かつて古代ギリシアからの移民が、植民都市を築き、ローマ時代には、ギリシア人が多数を占めたためマグナグライケアと呼ばれた、地方の一部にあたる。6世紀から11世紀後半までの大半が、東ローマ帝国領であったため、東方正教会。 コンスタンディヌーポリ総主教庁に帰属した時期があったが、現在は、ローマカトリックの信徒がほとんどである。対岸のアルバニアからのアルバニア人移民が多い。また、サレント半島内のクレチア・サレンティーナと呼ばれる一帯を中心に、ギリシャ系の住民もいる。プッテア州の方言ナポリ語の方言文布、シチリア語の方言文布、クリコ語が話される地域2006年の、 国立統計研究所の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がプリダア州の数値である。1861年のイタリア統一以来、プリア州ではイタリア語が公用語として用いられている。しかし、 この地域の長く複雑な歴史を背景として、様々な地方言語が話されている。S のローグではイタリア語の方言として、プリッティア方言を掲げつつ、標準的なイタリア語との隔たりが大きいものの、一つとしている。北部と中部の方言は、ナポリ語の編集、南部の方言は、シチリア語の編集とも分類され、こうした言語状況は、プリッティア州の西にあるカラブリア州と、 類似しているとみなされている。このほかプッティア州では、キリシャ語系のグリコ語、アルバニア語系のアルバレシュ語、フランコプロバンス語系のファエト語など、いくつかの少数言語が話されている。州内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては、以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。コブリーグのセリエ D では、バジリカータ州、カンパニア州、 ラツヨ州のチームと共にジローネエッジに属する。プッテア州の地方リーグとして、エッチェレンツァプッテアダがある。スドエスト鉄道の鉄道も旧イタリア国鉄の路線にあたるフェロビエデンロスタートがある。他に、地方鉄道である、スドエスト鉄道や、アップロルカーネ鉄道がある。ありがとうございます。